皆さんこんにちは、神谷里です。今日は2月の22日、はい、猫の日ですね。あとお友達 のベーシストのロドニー・ウィテカーさんのお誕生日でございます。ロドニーおめでとう。聞いちゃいないと思いますけど、今日はですね、この後配信ライブがあるんですよ。今夜平日なのでね、20時からなんですけど、それにちなんでっていうかそれで一緒にやってもらう、今日はモト君が来てるので、モト君にもちょっとラジオのゲストとして出演していただこうと思いまして、お呼びしております。モト君です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします、なんか大丈夫ですかね、音とか薄弱ですか、大丈夫行ってきてますかね。まあこんなもんなのかな、はい、ね、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、いつもレギュラーより働くゲストということで、はい、いつもいつもありがとうございます。いやいや、とんでもございません。はい、なんですけれども、今日は、8時からということでよろしくお願いします、はいはい、配信ライブに先立ちまして、今日はラジオのゲストとか、前回の、てか前回って昨日なんですけど、もう毎日やってんのよこれ、お正月から1月1日から1日も欠かすことなく、雨の日も風の日も雪の日もこれをやっていてそれで昨日、昔の音源シリーズっていうので、昔撮ったやつをこうなんかご紹介するっていうやつで、はいはい、昨日北村海一郎くんが入っている、はいはい、ベンっていう曲、マイケル・ジャクソンの、はいはい、あれをご紹介したところだったんですよ、昨日。そうだったんですね。そうなんですよ。だからすごい旬のなんか話題というか、ボイスパーカッションとか元くんの話も昨日ちょこっと出てきてて、そうだったんですね、はい、なので今日終わってね、帰り道にでもね、昨日のやつ遡って聞いていただけたら、聞いていただけたらと思うんですけれども、聞いてみます。はい、なんか元くんの波形大丈夫かな、なんかすごい大丈夫なんですかね。大丈夫なんですか、ちょっと聞いてみますか。まあまあ大丈夫ということでね、はい、はい、すみません、よろしくお願いします。もともとあれですよね、はい、なんだっけ、もともとドラマ、あれ僕はね、そう、もともとドラムをやってたんですけど。そうですよね。そう、でもいろんなミュージシャンと知り合っていくじゃないですか、はいはいはい、そうやって、はい、初めて僕がね知り合ったのが日野照正さんの息子さんの、ベーシストの日野健二さん、はいはいはい、彼に最初に出会ったんですけど、はいはい、それでアルフィーって六本木にね、はいはい、ジャズクラブがあって、はいはい、もちろんあそこに彼のライブを見に行った時に、はい、その時にいたやっぱりドラマーさんがですね、はいはい、まあ結構変わる変わるいろんな人いたんですけど、うんうん、やっぱりプロはうまいですねっていう話で、で、うまかったんだね。うまかったです、うんうん、で、これはちょっとドラムは歯が立たないなと思って、うん、それでちょっと違う方向性を見出そうと思って、それでじゃあちょっと口でやったらどうだろうと。じゃあそれまでは結構ドラマーとしてガンガンやってたってことですよね。バンドでやってたんですよ。あ、どんなバンドやってました？いやもうね、本当に当時はロックバンド、ロック、思いっきりロックをやっていて、へえ、そうなんですね。でもなんかその流れでソウルとか、ね、R&B とかなんかそういう方向性に行こうと思って、うんうん、そうなるとやっぱりねちょっとテクニック的にあやっぱり難しいものを感じましたか。難しいものを感じましたね。じゃあこれ以外の方法でいくかと、はい、そうなんです。それでマイクを握りしめると。マイクを握りしめたんです。でもこうすぐにできたもん、いやそれが、ね、当時やっぱりまだ、ね、YouTube とかそういう、はいはい、情報が少なかったんで、はい、もう本当に CD 聞いたり、あとはもうライブ見に行って、そういう海外の人たちしかまだやってる人がいなかったんで、はいはい、うんうん、でアメリカのザ・ルーツってバンドがいて、はいはい、で彼らのそのバンドにヒューマンビートボクサーが一人入っていて、でその彼を知って、うんうん、でそこからまあいろんなつながりがあって、ライブ見に行くことになったんですよ、はいはい、あーなるほど、そっから3年ぐらいやっぱ練習しましたね。3年でできるようになるもんですか。なったんですよすごいね、これがなんか。でもね、はい、ポンタさんがね言ってたんだけど、僕は、はい、弟子にはスティックをね
そんなに早く持たせないって言ってて、こんなのは半年先でいいと、こんなもの持つのはって言ってで、それまで何をするかって言ったら、やっぱ口で歌わなきゃダメだって言ってたんですよね。なるほど。で、なんかその自分の叩きたいフレーズとかを、はい、やっぱり口でちゃんと、うん、自分でイメージして、うん、それができるようになって、もうどうやってもこうこうイメージだけで体が動くなってなった時に、ドラムの前に座ればもう自然と体が動くって、はあ、それあなただからじゃないですかってここまででかかったんですけど、なんかいい話なんで、ちょっと水を差すのもなんだなと思って黙ってたんですけど、多分あれポンタさんだからなんじゃないかなってちょっと思ってますけど、でも、うん、あ、大事なことですよね。そうですね。そのなんかイメージ、やっぱイメージトレーニングとかされました。そうなんですよ。だからもう、うん、いつも歩いてる時は、うんうん、常にこう練習するわけです。ああ、もう一番近づきたくない感じの、いや怖い感じのね。そう、うん、そう、ダメよ、ダメじゃみたいなね、子供連れのお母さんがこうね、そんな感じですよね。そうなんですよ。もう一人でぶんつくぶんつく、ね、やってたんですね。それでやっと念願のマイクを、ね、マイク選びをしようって言って、ああ、行くわけです。ああ、なるほど。うんうん。それで楽器屋さんに行って、うん、何がいいって、うん、やっぱとりあえずシュアーのマイクですね、うん、SM、はいはい、僕が最初買ったのはね57、あ、はいはい、楽器にね楽器使うやつ、はいはい、そしたらなんか音がいまいち、うん、ちょっと自分の好みじゃなかった、ね、好みじゃなかった、そうか、それ、うん、SM58 っていう方に切り替えたんですね。切り替えたんです。そっからなんかいろいろまたマイク、今度はドラマーとかやっぱスティックとかシンバルとか行くじゃないですか、はいはいはい、僕がそっからマイク選びに、あ、そうなんですね、走って、あ、マイク、 その後スピーカーが来るわけですね。そうそうそう、なるほどな。それでね、配線フリークとか、配線フリーク、そうそう、ね、配線見るためにドキ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 もうだってあれですよ、もう世の中ね、コードレスの時代に差し掛かっているさなか、配線が好きでみたいな。そうなんです、うん、なるほどね。そうやってなんかこう、要はだから音ですよね、うん、そのサウンドにすごくやっぱ興味があるっていう感じですよね、うん、どういう風に聞こえるかみたいな、うん、そういうところに、そうです、いやなんかね、うん、全然話違うんだけど、うん、オトマロルイーズさんっていうピアニスト知ってる？オトマロルイーズ、はいはいはい、いるんですよ。で、私が最初彼を見たのがダイアン・リーブスのバンドだったんですけど、もう本当にマルチで、もう何でも上手で、私たちの配信もたまに見てくれて、エリちゃんみたいなのをやってくれる人なんですけど、はい、彼がね、はい、今度日本に来日するからって言って、はいはい、何で来るんですかって言ったらね、フィリップ・モーリスじゃなくて、フィリップ・モーリスってタバコだねちょっとすごくごめんごめん、あれそんな名前の人いるでしょ、ほらドラマーで、ほらほら、フィリップ・ベイリーじゃないよあれはいいアース・ウィンド・アンド・ファイヤーあじゃなくて、ほらほら、あの人ですよ、あれですね、トトの人、ドラマーやってた人ですねそうそうそう、え、大丈夫、私、え、フィリップ、え、なんだっけ、サイモン・フィリップス、サイモン・フィリップス、そうそう、フィリップを前に持ってくるからさフィリップ・モーリスとかフィリップ・ウーとかそうなっちゃうわけで、ね、後に持ってくればスラッと、そう、ね、そう、はい、サイモン・フィリップスのバンドで来ると、あ、そうなんですか、そうなんですよ。それでなんかあ、じゃあもう ぜひぜひ来てくださいって言われて、それで今度見に行こうかなと思ってるんですけど、はいはいはい、そのサイモン・フィリップスさんのなんか最近のやつをちょっと聞いておこうかなと思って調べたら、はい、彼すごいですね、もうエンジニア、マスタリングまで全部ご自分のスタジオでされる、めちゃくちゃ音がいいわけ、彼の YouTube のやつとか、はい、どうしてこんなに音がいいんだろうと思ったらなんか調べたらね、要はなんか自分のドラムがなんかこうエンジニアによってとかスタジオによってとか毎回音が違うのがもうすごい嫌で、それで自分はエンジニアの勉強をして、はい、それで好みの音でね、いつでも取れるようにしたっていう風に言ってて、だからちょっとほらね、音のこだわりっていうところで言ったら、うん、ね、まあ結局ね、はい、だからもしかしたら元くんこの後エンジニア
行くんですかね行くんですかねちょっと大丈夫ですかピークついちゃって割れちゃったんですけどちょっと大笑いするときちょっとオフマイク気味でお願いしますねこれオフ気味うんこれあの素人のラジオ局なんであのそこまであのちょっといろいろできないんですいませんご自分であの調整していや今日さ今日曲かけようと思ったんだけどさ話がちょっと面白すぎてなんか今日曲いらないなとか思っててでなんならちょっとあのこれまた来てもらいたい感じのなんか、うん、感じになってきてね、はい、そうそう、そう、だからちょっと話戻るんだけど、はいはい、ちょっとサイモン・フィリップスさんの、はい、あの YouTube のやつ見てみてくださいよ。あ、じゃあちょっと見てみます。めちゃくちゃ音が良くて、で、なんかそのおとまろさんが、はいはい、あのなんだっけ、そうそう、あのタイミング良かったらね、ご飯行きたいねなんて言ってくれて、で、でもちょっとついて最初大阪に行くって言ってその後東京に来るって言ってたんだけど、はい、なんかもうとにかくサイモンは音に厳しいので、うん、すごくあのサウンドテイクに時間がかかるんだみたいなことをおっしゃっていて、だからちょっとあのどのぐらい時間が取れるかわからないんだけどねなんていうふうに、うん、お話しされていて、あ、やっぱりそうなんだな、相当あれだけのね、うん、なんかこうこだわりを持ってる方のライブだったらすごい、うん、あの音こだわってるんだろうなって、はい、なんかそこもちょっと楽しみなんですよね、聞きに行くのが、う、ね、うん、なんかどんな音なのかなっていうところがすごい楽しみで、はい、なのでちょっとまた、ご報告しますが、そのちょっとぜひ聞きたいですね、うん、そう、おとまろさんの、うん、はい、私あの勝手にマロさんって呼んでマロマロさんの、はい、マロさんのですね、はい、もうピアノも最高なので、はい、マロさんのやつもちょっと、あ、でもね、多分知らないうちに聞いてますね、絶対にいろんなのに参加されてるので。そうなんですか、はい、すいません、そんなわけでちょっとなんか時間が来ちゃったので、はい、またちょっと来ていただいていいですか。またぜひぜひ、はい、すいません、はい、今日のゲストは元さんでした、ありがとうございます。 Thank you.